こんなにも距離が近いのに、北方領土の返還はまだ遠く感じる、日本とロシアの心の距離を感じてしまいました。集会は県が事務局を務める北方領土返還要求県民会議が開き、およそ400人が参加しました。去年8月には県民会議の支援で七ヶ浜町の中学生13人が北方領土を肉眼で確認できる北海道根室市の納沙布岬などを訪れています。生徒たちは元島民から聞いた話として、終戦直後に旧ソ連兵が侵攻してきた様子などを報告しました。ロシア兵が家に来て、金目のものや女性を探して連れ去るなど、過酷な生活の状況を教えてもらいました。最後には故郷、北方領土に戻りたいと切実な思いを語っていました。身近には感じなかったんですけど、やっぱり、私娘も行かせていただいたんですけど、周りにも知ってもらえるように広めていけたらいいなと思います。2月7日は1855年に北方領土を日本の領土とする条約が日本とロシアとの間で結ばれた日で、国が北方領土の日と定めています。この集会は北方領土の早期返還を求めるため、各市町村の持ち回りで毎年開かれています。